ただいまご紹介いただきました新郎の知事で親子方はございますけれども、先ほどのお二人の挨拶を聞き取りまして、すごく感動してしまいまして、ご挨拶の方、正直忘れてしまいました。もう今、思いつく会議で、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。不慣れで、なかなかうまく、皆様にはご挨拶できませんけれども、一言ご挨拶と、御礼の方を申し上げたいと思います。本日はお忙しいところ、ご多忙中のところ、朝早くから遠方から、ご出席をいただきまして誠にありがとうございました。この今日の良き日にこのような素晴らしい、結婚式、結婚披露宴が開催できましたことは、皆様方、はじめ、いろんな方に支えていただいた、結果であると思っております。また、本日も、温かいお言葉たくさんいただいておりまして、私どもとしても大変嬉しく、感動をしております。これまでにつきましても、皆様方から何かと、ご支援ご協力いただいておりまして、今日の2人を、支えていただいたことに関しまして重ねて、御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。これから先になりますけれども、私ども両家としましてもこの2人を温かく見守っていくことはもちろんですが、新しい、家族として、できる限り支えていきたいと思っております。また皆様にお願いでもございますが、この2人につきましてはまだまだ、未熟な2人でございまして、何かと、迷い、立ち止まり失敗をすることがあろうかと思います。その時にもこれまでと変わらぬ、ご支援、いただきまして2人を、支えてやっていただきたいと思います。から今日この、結婚式披露宴につきましては全て、新郎新婦2人で、計画して手配をして、協力して相談してやってくれておりまして、この最後まで、2人が頑張ってくれました。なかなかいろいろと、ご迷惑をおかけする点、不備があったかと思いますけれども、私どもに免じて、許してやっていただきたいと思います。最後になりますけれども、長時間にわたりましてご出席をいただきまして何かと窮屈な点があったかと思います。今日これから2人、新しく出発するわけではございますが、ぜひとも引き続き2人を皆様のお力で支えてやっていただきたいと思います。どうも今日はありがとうございました。
結婚式を申し込むなら最安値で申し込みたくありませんか？ベストレート保証のある式場多数掲載。他の式場が見たい方は概要欄のリンクもしくはリアルウェディングスで検索。 Real Weddings